さ、ずっとな、これ、これ毎日やで、これ。ファニーお前がちゃんとやっとったら大丈夫なんだ。いや、まあまあ、それはそうなんですけど。しかりすぎる、お前が。誰が言ってんの。いや、でも勝てないじゃないですか、やっぱり。勝てるよ、そんな。誰が言ってんの。そう、勝てるコツを知りたいですけどね、でも。いや、そんな普通に生活したらええねん。誰が言うてんの。同じツッコミでこんなに面白いことある。うるさいな。いや、だってな、この前な、この前な、たなんか銀座がなんか仕事終わって、はい、で、終わったらなんか奥さんが車で迎えに来てる。で、その後ちょっと時間あって仕事やったやん、まだ。で、汗お前乗ってけや。あ、いいの、ありがとうって言って。で、その奥さんがベビーカーな、子供見るから、バーって乗って。で、車のとこで。で、ベビーカー、ちょ、ベビーカー畳んで、はいって言って、お兄ちゃんがもうこの時点であれ、うん、俺は出てしまった。まあまあまあ、俺の仕事やもん。いや、確かに。嫁は子供抱いてんねんから、俺がそれは。そうですよね。で、ベビーカー畳んで、で、多分その後ろに入れんねんけど、お兄ちゃん車ってちょっと後ろがちょっとちっちゃいから、はい、この入れ方があんねん、ベビーカー。あー、これ横に入れるじゃなくて、こう、ギュッてやって、縦に入れなあかんのに、そう、縦に入れてって、奥さん、このだけだから、縦に入れてって言ったら、お兄ちゃんが、立て。緊張の瞬間。めっちゃ緊張。緊張の瞬間。首を二択どっちや。立てどっちや。二択。これベビーカーの立てってよう分からへん。待って、これかこれ、これかも確かに。で、これはないけど、これはないけど、でもこうかもしれない。お兄ちゃんはこれじゃなくて、これをこれを選択して、これを選択して、ゆっくり首かしげながら。分からん。どっちか間違い。そしたら奥さんが、何も伝わってんやん。こんなバカやねん。お兄ちゃん、後ろに向かずに。汗に向かってさ、ずっと泣く。これ毎日やで、これ。腹立つやろ。普通分かるやろ。腹立つやろ。腹立つわ。お兄ちゃん、いや、分からんてとか普通言うやん。何にも言わない。もう、俺も腹抱えて笑って。